そして今ですね、駆けつけてまいりましたのは日本維新の会代表馬場伸幸で、ございます。各テレビでの党首討論ももうずっとですね、出ておりまして、今日は、羽田空港から駆けつけてまいりました。日本維新の会代表馬場伸幸よりお訴え申し上げます。どうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは。日本維新の会代表の馬場伸幸でございます。いよいよ日本の将来を決める非常に重要な選挙戦、昨日から始まりました。この選挙区では我々は斉藤佳代さんを皆様方にご推挙申し上げています。彼女は子育てをしながら鹿児島県の指宿でしたですかね、市会議員もやっていただいて地方行政のことも勉強してきました。そして何といっても彼女は2012年にやらせていただきました維新政治塾の一期生、この一期生というのはですね、大体優秀な人多いです。この我々の政治塾を受講していただいて政治家になったり民間で活躍をしたり、いろんな逸材が輩出をされています。彼女も斉藤佳代さんもそういった意味では非常に優秀な逸材、まあ優秀といいますかね、たくましいですよね。逆境に置かれても必ず立ち上がってくる。私はね、今政治家に求められているのはそういうことだと思います。私たち日本維新の会も何度も生まれて倒されてきましたけれども、なんとか日本大改革をやるために頑張っています。その象徴でもある斉藤佳代さん、皆様方のお力で国会に送っていただきますよう心からお願いを申し上げます。さて今回の衆議院の解散、これね、何かおかしいなと思っておられる方たくさんいらっしゃると思います。石破さんが総裁選挙の時には、今の日本には大きな課題が山積をしている、だから自分が総理になったらきっちり国会でいろんな政党の議員さんと議論をして、どの政党がどういうことを考えているのか、今の日本の困難にどうやって打ち勝っていけばいいのか、そういうことをきっちり議論をして、そして国会を解散します、予算委員会もやります、こう言っていましたが、残念ながらそれは叶いませんでした。まあ総理になった瞬間にですね、総理になるちょっと前からですね、なぜかこの石破さんの言動が変わってきました。石破さんという方は私も尊敬していた政治家の一人です。残念ながら石破さんは総理総裁が目の前に迫ってくると急に言うことが変わってですね、まあその自民党の中では党内野党とかいろんなことを言われて筋を通して正論を言う、だから国民的な人気があるということになっていましたが、もう自民党の中でどうやって守ってもらうのか、それしか今は考えていないように私には見えます。ただね、あんまり解散になったことをぐちぐち言っても仕方ありませんので、解散になった以上は私たち自身の会、そして斉藤佳代さんも徹底的に戦いの駒を進めてまいります。そこで皆さん方とこの選挙戦で一緒に考えさせていただきたいことは2つです。1つ目、やっぱりね、政治とお金の問題は見過ごすわけにはいきません。自民党が起こしたこの失態、不祥事、これをね、当事者である自民党が全く反省はしない、解決をする強い思いもありません。あるのは今回の選挙でできるだけ多くのいわゆる裏金議員が当選をして、そうすれば自民党に復党をさせて、そして要職にもつけていく、なんとかこの選挙勝ち上がってきてください。
そういう姿勢しかありませんよね。ですから私たちはこれ6月にも私と岸田前総理がいろんな解決策について会談をしました。そしてちょっとしばらくお待ちください。すみません、再開させていただきます。そしてですね、やっぱりこれ岸田さん、政治や政治家に対する信頼が落ちていますから、きっちりと再発防止策やろうじゃないですか。岸田さんその時やりましょうと言った。だから合意書を交わした。でも自民党はやりませんでした。時間切れだと言ってもう水に流していく、そういう、まあ、態度だったんですね。ですから私たちは今回のこの選挙が終わってまた国会が開かれます。国会が開かれればやっぱり自民党には猛省を促して再発防止策をきちっと考えていきたいというふうにお約束を皆様方にさせていただきたいと思います。ちょっと緊急車両が来ましたからもう一度止めさせていただきます。それでは再開をさせていただきます。たびたび申し訳ございません。日本維新の会が考えるこの政治とお金の問題の根本的な解決策、再発防止策は3つです。1つ目、企業団体献金やめましょう。これやっぱりね、政党助成金、今日歩いておられる皆様方お一人お一人から年間お一人250円のお金をいただいています。それを集めて各政党で配分をしているのが政党助成金です。で、この政党助成金制度を導入するときには将来的には企業団体献金やめましょうと言ってたんですね。ところがいつまでたってもやめない。これはね、日本維新の会以外の政党はずっと企業団体献金もらい続けています。ですからね、これは約束通りやめる、これはまあ我々は強く訴えていきたいと思います。そしていわゆる政策活動費、これの一番悪いところは何なのか。政党から役職についている人間に何億単位でお金を渡されます。渡されたその役職者はいろんな国会議員やいろんな地域支部にそのお金を配っています。これね、配ること自体はそんなに悪いことではありません。合法的にやればいいんです。でもこの政策活動費というお金は領収書のいらないお金になっています。ですから渡した方は領収書もらいません。もらった方は報告をしません。誰がいくらもらって何のために使ったか全然わからないというのがこの政策活動費の悪いところ。でもこれはね、制度的にはもう解決ができませんから、私たちも岸田さんとこれを前向きに議論しましたが、自民党がやる気がない、そういうふうに判断をしてもう政策活動費廃止をいたしました。そして最後はもっと根深い問題です。旧文通費と言われている文書通信交通滞在費、このお金はなんと毎月100万円ずつ国会議員に配られています。私も柳瀬参議院議員も毎月確かに100万円いただいています。これは活動していくための活動費、ただ原資は 100% 税金です。皆さん方が働いて納めていただいた税金が原資になっています。ですからそういうお金をいただけば何のためにどこにいくら使ったか、これ公開するの当たり前でしょ。これをね、やっているのは日本維新の会だけ。やっぱりね、皆さん方の税金をお預かりすればいくら使ったか、領収書はこれです。
般企業みんなそうですよね。経費は認められているけれども、きちっと会社に報告をしなければそのお金は使えない、そういうことになっているはずです。ですからやっぱり民間感覚と合わせていくように、この旧文通費の領収書を公開しろということを我々は皆様方に、皆様方と共にお約束をさせていただきたいと思います。まあ、とにかくね、このお金の問題、どこかできっちりけじめをつけないと政治と政治家に対する信頼が回復しません。ですから一番大きな政党である自民党が本来もともと不祥事を起こしたわけですから、率先してやるべきです。ですから皆さん方もそう思っておられる、この選挙でその皆様方の思いをはっきりと示していただきたい、これをぜひ皆様方にお願い申し上げたいと思います。そしてこの選挙の2つ目の目標、皆様方と一緒に考えたいのは今の政府自民党の政治のやり方です。例えば防衛力を増強する、これも岸田前総理が2年前におっしゃいました。そして我々維新の会は、柳瀬参議院議員も国会で何度もこの防衛費どうやって捻出するんですか、防衛力を増強するのはいいんです、防衛費どうやって捻出しますかとお聞きをしましたら、なんと岸田前総理は皆さん方の所得税、そして法人税、タバコ税、こういった税金を増税をして、そしてそのお金を防衛費に充てさせていただきます、こういうことを言っています。防衛力だけじゃないですよ、異次元の少子化対策とか言って子どもに対する支援をこれからどんどんやります。このお金年間3兆6000億円かかると言われています。このお金もどうやって捻出するんですか、私たち維新の会が国会で何度も聞きました。出てきた答えはなんと、今サラリーマンの皆さん方たくさんこの周辺歩いておられると思います、サラリーマンの皆さん方が毎月かけていただいている社会保険料、これは年金や医療保険のための保険料です。この社会保険料に上乗せをして、そしてそこから子どもに対する支援金に使わせていただく、こういうことを言ってるんですね。おかしいと思いませんか皆さん。社会保険料からまるまるお金をさっ引いて、自分たちのこの権力のために子どもたちにお金をばらまいていく、そういうね、今の政府自民党のやり口です。私たち維新の会はその方向とは全く逆方向の政治を今まで有言実行でやってきました。身を切る改革、これよく誤解されますが、私たち政治家議員の身を切る改革をやってきました。議員の定数を減らして、報酬をカットして、そして行財政改革徹底的にやって、生み出された財源で、すいません、マイクが嫌がっています。大阪ではですね、もうこの身を切る改革から始まった行財政改革のお金を財源にして、幼稚園保育園の幼児教育の無償化、今あちらでね、おそらく女子高生の方お話をされていますけれども、私立高校の授業料の無償化もどんどんやっています。所得制限なしで私立高校に通う子どもたちは授業料無償で学んでいただいています。そして公立大学、公立大学も一定期間住んでいたその子どもたちには入学金、授業料無償でやってるんですね。これ何のためにやっているか、これはね、よく皆さん聞いてください。今の日本、平均年収どんどん低下をしています。経済が成長しないからもちろんです。年収がどんどん減っていくから、この子どもたちが大学に進学したい、やる気はある、そこそこ勉強もできる、でも経済的な理由でこの
大学の進学を諦めている子どもたち、これね、私たちが思っている以上に今爆発的に増加をしています。ですから日本ではやる気があって進学ができない子どもたち、これをゼロにしていこうと一つの考えです。そして二つ目、人の一生を考えたときに一番お金のかかる時期はいつでしょうか。やっぱりね、結婚して子供が生まれて、その子供がどんどん進学をしていく、その時のご両親、保護者のお父さん、お母さんは会社や地域で最前線で頑張っている。だからね、お金がたくさんいるんですよ、教育費だけではない。だからその教育費をサポートさせていただくことによって、この家計費が助かります。家計費が助かって余裕のあるお金が生まれると、家族で外食に行く、旅行に行く、そして買い物に行く、どんどん消費にお金が回っていくんですね。これね、日本の経済というのはなんと6割が個人消費で成り立っています。個人の皆さん方が今使っていただいているお金、そのお金より1年間で10万円使っていただくとしましょう。そうすると1年間で日本の国に12兆円の消費が新たに生まれます。ですからそれが経済を成長させて、そして経済が成長すれば税収が上がります。税収が上がれば、それを今度は高齢者の皆さんや社会的弱者の皆さんや、そういう新しい行政サービスにチャレンジができる、こういうことをね、我々維新の会はやってきたんです。大体皆さんね、選挙になるとこういった街頭で、あれもやります、これもやります、どれもやりますと、いろんな政党や政治家が耳障りのいいこと言いますよね。でもほとんど選挙が終わるとやりません。忘れます。政治家は嘘つきですから、選挙の時にだけいいことを言う。でも私たち日本維新の会は繰り返しになりますが、有言実行でやってきました。このやってきたことを東京でも全国でやらせていただく、そして最終的には中央の今の政府の政治を大改革やらせてくださいというのが我々日本維新の会の考え方です。ですからそのためには国会でたくさんの議席をお預かりすることが必要です。斉藤佳代さんも冒頭に申し上げたように、維新政治塾の一期生ですから、維新スピリッツのことをよく理解をしています。子育てをしながら地方行政にも参画をしてきました。まあ皆さんね、こういう方を国会に送っていただいて、本当に仕事をしてもらおうじゃありませんか。政治家ね、すぐにね、いろんな仕事やります、あれもやります言いますけれども、なかなか実行はしてくれません。斉藤さんをね、一度国政に送ってみてください。そして皆さん方の期待に応えるような働きをしなければ、次の選挙で首を切っていただいて結構ですから。ですからね、ぜひ皆さん、覚悟と真剣さを持っている斉藤佳代さん、皆さん方のお力で国政にお送りをいただきますようよろしくお願いを申し上げます。私たち日本維新の会は、全ての国民が夢や希望を持ってワクワクドキドキするような社会を作ってまいります。日本維新の会と斉藤佳代さんにお力を結集していただきますよう心からお願いを申し上げまして、私馬場伸幸からのお訴えとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまの訴えは日本維新の会代表馬場伸幸、馬場伸幸のお訴えでございました。ご当地から衆議院選挙に立候補しているのは斉藤佳代、斉藤佳代でございます。この選挙で古い政治を変える、その大きな大きな転換点とさせていただきたいと思います。どうぞ斉藤佳代、斉藤佳代、斉藤佳代と皆さんのご支援を賜りますように心よりお願い申し上げまして、ご当地での街頭演説会終了させていただきたいと思います。誠にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。